三皿目、社畜に薬。あの世の名店、名店レストランへようこそ。お客様には生前の好物を召し上がって成仏していただきます。どうかごゆるりとお過ごしください。噛みました。ごゆるりとお過ごしください。ああ、接客さい、生き返りたい。はいかん、僕は先日頑張ってお客を成仏させて一人前になったのだぞ。冷静冷静。そう、一人前の僕はどんなトラブルにも冷静。コネミちゃんに頼らずとも万事事なきを得る。生前の好物をお伺いいたします。睡眠薬は、は生前の好物、睡眠薬。睡眠薬は、はコネミちゃん、やばいやばいやばい、客がいる。生前の好物、食べ物じゃ、食べ物じゃないんだが。ヘドバンしながらクッキングしたら頭もげた。なんで？私は痛覚ないから大丈夫だが。それより生前の好物が、薬の客がいるんだが。ん？リーマンの使者か。大方死因は過労死だな。過労死？疲れ果てて食べ物のことを忘れてる。ああいうお客様、成仏するまでめちゃ美味しい食事出しまくる。あんど辛いことを忘れさせる。明るい気持ち必要。そうか、なら頼む。コネミちゃん頭取れてしばらく治らない。カタロウがクッキングして。レシピないけど無理だが。あー、胴体が自由意志持っちゃった。あー、無法リフティングされて、リフティングされて、ワンゴペ調理だと。この僕が、料理したことないこの僕が。何、僕はバラザノガタロウだぞ。生前は御曹司として一流のシェフとも交流してきた。あの客が辛いこと忘れるくらいうまいしな。作っちゃおうではないか。オムレツ。周りに散らばったやつ拭き取れば多少よく見えるな。現実逃避。ん？雑巾じゃなくてお化け。なぜ厨房にお化けが。お客様困ります。お客様、お客様、厨房に入ってこられては。何、新入りか。今しゃがれたおじさんの声したな。なあポン、俺は客じゃなくて働いてる方な。料理人の墓村。ここで働く者が他にも。人型の魂しか働けないはずじゃ。働いてたが正しいか。人の姿だったけど未練失せてお化け姿になった。というか墓村さん、レシピなくても料理できるのか。生前シェフだったからな。まあ、つっても数シェフだけど。じゃあ料理教え。あれ、昼寝しなきゃだから。何も悪く思ってない、絶対。クソ、やるぞ、僕はやる。あの疲れ果てた睡眠薬依存のお客を成仏させるんだ。客待たされて怒るか。あ、よかった、生首に驚いて気絶してる。時間稼げそうだ。よし。邪魔。あー、その分量でもう混ぜちゃうんだ。おお、破壊者の手じゃん。料理の素人すげー。ささやくのやめて教えてくれないか。別にささやいてないし、料理とか興味ないし。嘘だろうが。取れない、貼り付けとこ。よし。なんでそんな頑張んの。あの食いもん興味ねえ客は、他の食いもん関係ねえ成仏用の店で成仏すればいい。新入りが頑張ることやないんだぞ。どうせ骨身のアホに脅されて働かされてんだろ。
お前、未練多い。人型の魂は貴重な働きで、骨になりたくなきゃ未練減らすために働け。ってな。そうだ、裏声。俺もそれ。でもすぐ未練を減らしてお化けになれた。とっととお化けになって寝るのはいいぞ。もう何もパーにならない。寝れば置いてきた夢も置いてきた人も忘れられる。あ、まあこんな常識外れのやべえ店潰れちまっても大丈夫だろ。この人も骨見ちゃんに振り回されたんだ。諦めがつかなくて手を動かしてたくなるのはわかる。でもな、早死にの若者はやべえ客も店も放っておいて早く成仏して来世行き、お化けになれた方法を教えてやるよ。粗熱手放して無を待つことだ。僕は成仏なんてしない。いつか生き返る。だから言われなくてもこのレストランに長居する気はない。でもこの窮地引くわけにはいかない。だってもったいないじゃないか。あの客は食事を忘れている。人の心の源泉を。僕は食事が好きだ。生前いろんなスイーツを買い巡った。それだけが僕の楽しみだったかも。かりんとう一つ。毎度あり。食事は心をほどく。きっとどんな人にも大切で、最後の時まで共にあるべきものなんだ。それを忘れて終わりを迎える彼を見過ごす。いいな。ほとほと疲れて終わりを迎えに、さまよってここに来た一人の人間を腹を空かせて帰らせるなど寝覚めが悪い。あなたも誰かの腹を満たしたいと思う時があったはずだ。元料理人なのでしょ。よって僕の隠された料理センスの発揮は誰にも邪魔できない。あの客を歯ぐきむき出し笑顔にさせようぞ。あ、これいける？いけるぞ。あ、よい。僕の圧倒的料理センスが開花する気がする。料理する音じゃねえって。また失敗だな。猫の手こう、そうだったよな。お腹いっぱいにしてやんなきゃだよな。パーになった料理なんかやめるつもりだったのに、釣られて思い出しちゃったよ。人型の魂に初心。あとはシェフに任せるこった。客待たせてるし、まずはオムレツチャッと作るか。手伝います。卵液よく溶きほぐしてザルでこす。厨房が墓村さんに付き従ってる。僕の時はうんともすんともだったのに。すごい。生前は一体どんな料理人だったんだろう。きらめいて魔法だ。シェフの気まぐれオムレツでございます。あの睡眠薬は当店からのサービスです。お嫌いでしたか？おお、いえ、いただきます。テレビで見たことしかないやつだ。うん、おいしいです。もっとおいしいもの食べればよかったな。その睡眠薬は大丈夫です。最後に好物ができました。忘れてました。ご飯ってこんなに美味しかったんですね。美味しいものはまだまだありますよ。お時間いただければいくらでもご用意できます。
ありがとう。でも来世で美味しいものたくさん食べます。ぜひ。末永く先に、またのご来店お待ちしております。まさかサボリマお化けが未練多い人型に戻るなんてことが起きるとは。普通未練は減るばかりなのに。お前のアホさに呆れて本来あった未練がどっか行っちゃってたのかもな。あ、こわ。未練多い自分を騙してたんだろ。そんな未練の減らし方じゃお化けに乗れても綺麗に成仏できないよ。お疲れだ太郎。いや、僕は結局何もできなかったよ。半人前というわけだ。生首アタック。背中を押したよ。歩き出した次の人生はきっと幸せ。うん。でもよかった、サボリマ人型に戻って明日からは人手増えて楽になる。サボりたい時はお化けになりゃいいってこった。ステイ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 だ、オレミちゃん。